うすぐ今年も終わろうとしています。新しい出会いと、そして胸がキュッとなる別れと、いろんな気持ちがたくさん詰まった一年でした。目を閉じるとサンマルコ広場が浮かんでくるよ。人でいっぱいにぎわって、お豆の屋台がずらっと並んで、あかりさん、私も言うよ。マンホームにいてもあの言葉を。うわぁ、今年も人がいっぱいですね。冷え込んできたな。そんな時は、はい、猫耳マフ、通販で買ったの。これは微妙だな。重い。社長、ガブリンチョしちゃダメですよ。あら、いい香り。パンドーロを作ったの、アリスちゃんと一緒に。私は手伝っただけです。お待たせしました。早かったじゃないか。ヘアピン見てこなかったのか。え、ヘアピン。ああ、アキラさん。あれれ、どうしたの。アイカちゃん真っ赤だよ。なんだか真冬に舞い降りた天使みたいなほっぺただね。恥ずかしいセリフ禁止。あらあら。今年出会えたすべての人に本当にありがとうございました。そしてまたいつか笑顔で会えますように。ブブブイキャイ。